お疲れさんです。ラットです。というわけで、今回もラクラッシュラルやっていくんですけど、今日はですね、久しぶりに、ね、ラット式ミラーかな。はい、やっていこうかなと思います。というわけで、ちょっとね、リニューアルしました。で、コウモリを、ロケット押しで、スケアゴブリンかなに変えました。まあ、単純に、コウモリでも強いんですけど、ロケット押しがね、最近僕すごい気に入ってるんですよ。この、ね、なんともね、この絶妙な、うざさ。っていうのかな、なんか強すぎず弱すぎず、しかも場にずっと結構残り続ける、まあプリンセスみたいなね感じのカードなんで、こうここの2枚がね僕の中ではすごい合うなと思ってて、こうプリンセスを相手はねこう頑張って処理したら、今度はなんか場にロケット押しいるじゃんみたいな、ロケット押しこう頑張って処理したらなんかプリンセスいるじゃんみたいなね、ここでこう無限ループできればまあいいなっていう考えのデッキでございます。でまあスケをゴブリンにしたのはまああれっすね、受けですね。このデッキ自体、こう、ディガー受けだったり、まあ、スキャラとか、普通にまあ、受けとしては優秀ではないんで、まあ、そこをスキャラをね、ゴブリンするだけで、ちょっと楽になるかなっていうので、変えました。というわけで、そうやっていきます。で、ロケット押し王なんですけど、こう、結構ね、こう、イメージとしてはですね、単体で行かせないっていう感じですね。相手の陣地に、こう、ロケット押しで単体で行ってしまうと、やっぱ無視されちゃうんですよね。なんですけど、もう、ロケット押しが単体じゃなければ有能だったり、まあ、ディガーだったり、なんかいるだけで、絶対やっぱ対応しないといけないんですね。もうロケット押しでずっと削られちゃうんで、意外と火力高いんで、こう、なんで、もう、なんですか、ゴレの攻めを10だとすると、めたらディガーの戦術がまあ1、2とかだとすると、もう3、4ぐらいの、こう、なんていうんですかね、こう、微妙な攻めなんだけど、無視はできんっていうやつですね。そんな感じの攻めをこう無限にね繰り返していく、まあイメージでね、やっていければいいかなと思いますので、奉仕プラスディガーとか、それに対応してきたのを、まあプリンセスとか、まあなんかで、こうね、対応しつつ、さあ、ここのプリンね、気持ち延命できると嬉しいなと思ってます。あはー、この犬いらないっすね。どうせここに、うえい、相手なんか対応してくるんで、よし、ここはね、もう見せ場ですね、ロケット奉仕の、強さがわかるかなと思います。はい。終わり。これ調理できましたね。これはちょっと、ホバが若干入りますけど、まあ、言うて若干みたいなのがありますね。しかも、ここね、両サイド。これ両サイドやっぱ無視できないようにしたいんで、これディガーからの、ディガー抜いて手前すぎ。からの、こっちね、しっかり。この方針単体でいっちゃうとやっぱ無視されちゃうんで、ここで、こうするだけでもうね、ダメージも入りますし、で、ここも延命したいですね。ここのベビーがちょっといるんで、左の方針の前にタルババつけたかったんですけど、まあまあまあ、しょうがないって感じですね。右がめっちゃ入ってる。ラッキーですね。なんかもうこんな感じで、こう単体で行かせずっていうイメージですね。ここのプリンセス相手やっぱ絶対対応しないといけないんで。やべ、ちょっと待って。お腹痛くなってきた。最近ちょっとね、すごいお腹の調子悪いんですよ。やばい。最近っていうか今日っすね。ちょっとやばいですね。ほんとやばい。ちょっと待って。やばい。悩ますね、結構。さあ、で、これはね、もう、引きこもり対決するなら負けんぞって感じですよね、僕も。もうなんか、もうわかんないっすよね、こうなったらもう僕も。うやなめ強くね？でも、やなめ使ったってことは、よし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 。よし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 、もう、頑張れ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 、頑張れ、よいしょ。さっさっさ。で、ここもロケット押しがタゲ変えて、こうへ打ってますね。で、まあ、右側2体残ってますし、さらに、あれを頑張って処理しても左側にね、ここいるっていう。で、ここの、左側をディガー繋げることによって、このロケット押しをね、相手は無視できないっていう。いやー、ちょっと、いっぱいいますね。なんでこれ。このデッキの、こう、まあ、弱点というか、まあ、ちょっと困るのは、遠距離が多すぎて、遠距離を出せなくなっちゃうっていう。のがね、ちょっと一つ困るところでありますね。これ、多分ディガー繋げて、残らないか。いつまでいいのっていうぐらいいますね。今これ見ました。柳見つかりましたね。ということで、ブッパタイム。さあ、ロケット押し30しでいきます。これ多分ね、ロケ王だけでね、余裕でホバとか処理できるんですね。もう2発でホバ、しかもレベル14なんで、おい！何が起こったかわかりませんけど、タワーが落ちたって感じですね。もうこれですね。今僕の理想、もう理想を超える、ようないい試合がね、できました。ちょっと待って、腹痛がやばいですね。
よろしくっていうイメージですね。なんでこう常にやっぱ相手の処理が間に合わない、頑張って処理してもこう次のロケット星とかこうプリンセスが回ってるっていう感じですね。さあここ対応してきたのを、まあ、ロケット星で借りつつ、まあ、一応樽でタゲ取って、はいはい、処理されたんで、じゃあ次はプリンセス登場しますで、ここのプリンセスを処理してきたのを、まあプリンセスで回収しようかなみたいな、まあ、ところではありますね。やばい、待って、本当にやばいっすね。無限ループデッキっすね。もうこんなんだったら発狂しますけどね、マジで。何使ってんのってなっちゃいます。いや、これやばいかな。でもオロヘンプリンセスレベル14なんで勝ちますね。うえい、これ13だったら絶対無理だった。で、ここ相手大型展開してきたんで、このタイミングで攻めて、まあ防衛させて、オッケーオッケーオッケー。さあこれね、多分ラバニアすごい強いと思うんですよね。ロケット押しすごいうざい気がしますね。あとはプリンセスか。よいしょ。あー、ちょっとこれスペルでワンチャン全部やられちゃうかな。ここも左側はちょっとロケット押しの、あれですね、パピーはロケット押し全部やってもらおうかなって思うんで、ディガーキング起動できましたね。いいね。あ、ワンチャンロケット押し避けますね、これ。うん。踏ん張ったじゃん。さあ、で、縦の戦士が回ってるターンなんで、むずいですね。縦の戦士を切らせて、まあ、有能を刺していこうかな。なんで、ディガーゴブリンからの有能をすると、多分どっちかが対応できないと思うんですよね。さあ、あれ縦の戦士も、間に合うのかいって感じですね。よし。さあ、ロケット押しで全回収。いや、これいいですね。なんか大型にね、さては強いですね。多分このロケット押し永遠生きてくれますね。まあ多分ロケホ、これ左行く読みのプリンセス右に出して、で、このロケット押しを、こう、もったいなく刺したくないんで、これでね、やっぱこう、ロケット押し対応しないと、この間にラバーを削るっていう。これちょっと暇なんでコスト使っちゃうんですけど、これあれですね、ちょっとこのロケット値活かします。暇なんでね。これやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばいですけど、やばいですけど、多分守れそうですね。なんかビョイーンっていう、このいけ、おい、よし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 。しかもなんかゴブリンがたまたまいい感じになってる。今のマジでたまたますね。さあ、こういうので防衛しつつ、相手はこれに多分縦の選手を割くので、この縦の選手がいなくなった今が、言っちゃうと言うのが刺さるんですけど、防衛しないといけないっていう、これちょっとあれですね。まあもう怖いんで、確実にあれですね、ダメージを、ラバのオッケーオッケー、爆破ダメージも入れないとですね。トルネビラ久しぶりですね、まあ、グッドゲームという感じ。ちょっとね、こうなんだろうね、ロケット押しが入ったことによって、まあ、言っちゃうとね、今までのこう、僕の出来、もう使いにくいんですよ。僕はね、こう結構好きなんですけど、多分、一般的に考えるとね、視聴者さんの目線で考えると多分、使いにくいんですよね。でも、今回ロケット押しが入ったことによって世界変わりましたね。本当に。これがね、なんか、交互にっていうイメージですね。あとロケット押しを単体で活かせないっていう、これね、大事かなと思います。これ多分左側のアイゴレまでやってくれるっすね。僕のプランだと、これ打って左側に行かんのかい。で、これね、単体で生かすのよくない言ったんですけど、まあ、なかったんでしょうがないっすね。はい、なかったんで。さあ、これはね、ウッド5使ったんで、することないんで、まあ、ディガーゴブリンで攻めますね。スキアイスピ5を、さては、んロイホグかな、ロイホグっぽいっすよね。なんかロイホグの香りがしますね。これロケット押し一発と有能突進に多分ノーダメで抑えられますね。ウェイ。さあ、ここはいい感じですね。相手に絶対何かで対応してくるんで、このロケット押しが生きると。で、ここでロケット押しが単体でいくと、まあ、無視されちゃうんで、で、ここで、まあ、スケかアイスピ出るよねっていうので、うん、延命したいね。あ、間に合わないか。まあ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 、これ、好きかな。おー、30し。やべ、トルネウッドミラーして。やべ。トルネ、タルババだけど。トルネ、タルババミラーしたかったっすね。すごい。で、これちょっとロケット押しで受けつつ、左側もまあ一応抑えれそうっすね。いや、奉仕の火力が高いんすよね。うん、避けるよ、お前は。いいね。で、ここを単体で活かせない。まあ、どうせ好きか、アイスピとか小物があるんで、まあ、正直いいまであるんですけど。で、ここはまあ確実に、ダメージ抑えていきましょう。で、ちょっと痛いですね。
ちょっと痛いですね。で、左側にプリン出しちゃうとスペでやられちゃうんで、タワーダメージまでね。まあ、右側に出して、スケーかな、ウッドか。まあまあまあ、さあ、こっからですよ、勝負は。とりあえずトルネが手札に欲しいっていう、すごい。うん。トルネが欲しいね、マジで。ウッドファイブがね、すごい個人的に厄介ですね、マジ。いきます。ティンティン。ディンディン。おい、なんかおしゃれ。ただただ、謎のおしゃれな防衛をする男。おい、やばい、待って。おい、いいね。いいね。で、これでウッドかなんか来て、ウッド使ったな。あ、でもロケット星が？おい、あ、処理はしないと。まあまあまあ。いや、ちょっとこれ、暇ですね、手札が。はじめプリンとかでもいいかな。これ、トルネでまとめちゃって、オッケー。もうこれね、もう全然いいですね。まあ、タルババミラーと、あとなんか、あの、プリンセス欲しいな。プリンセス欲しい。すげえ欲しい。もうこれタルババミラーと奉仕一発で多分終わりますね。うーん、ちょーん。気持ちいい。オッケーですね。で、次のあれですね。これ、奉仕がロイフグの防衛に強いんで、奉仕で結構ロイフグ防衛していきたいですね。ファイブ使ったんで、2周目の奉仕。で、左のタワー削られてないんで、おい、それはやりますね。ロケット押し、こっち向いて。ちょっと怖いですけど、まあ、耐えれるでしょう。さあ、皆さん。来ました。懐かしの。いきます。ディディン。ディン。まあ、2体いるっていうのを意外と気づかないもんなんですよね、これ。で、端前プリンで、フィニッシュ。いやー、ちょっとね、楽しいですね。ロケット押しがマジでめちゃくちゃいい味出してるんですよね。なんで、これはね、結構な、こう、傑作っていうのかな、結構いいんじゃないのと思いますね。はい。なんで、まあ、今日はこんな感じかな。ちょっとね、またね、こう、ちょっともう一個いいデッキを考えてるんで、それもね、出そうと思うんですけど、よければね、これ、ぜひ、お使いください。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントなどね、してもらえると、すごい嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。